YouTuber のエミリーさんっていう方が小学校の時に書いた黒歴史漫画を晒してみたっていうタイトルで動画出してるんですけど、そちらの輝きという2つあるんですよ。2つ漫画があって、1つはもう終わりっていう形で終わったんですけど、確かそれが小さな光だったような気がします、タイトルが。で、私は輝きっていうまだ1話しか完成されてない、でまだ続きが出せる漫画の方を昔書いてたんですよ、エミリーさんの続きで。でそれで見つけちゃったんですけど、中身見たんですよ。ちょっとでこれ1年経ってないかなぐらいに書いた頃で、2話までしか書いてなくて本当に短いんですけど、みんなに見せていきたいなと思って今回動画撮ろうと思いました。はい、では早速読んでいきたいと思います。ちょっとその前にね、これもね、これはその時じゃなくて最近書いたものなんですけど、自己紹介一応しておきますね。でもさ、これさ、絶対こことここ逆なんだよ、書くの。ごめんなさい。主人公が宮北佳代ちゃんで、花の高校生、イエイって感じ。多分エミリーさんの動画見ていただければわかると思います。でこのスカートね、これスカートの柄なんですよ。なのででこれが川崎りおちゃん、木下ゆきちゃん、で山本よりちゃん。でこの子たちあんまね詳細が分からなくて、最後にりおちゃんとは話してりおちゃんの情報をちょっと分かったって感じで。でこちらは川本芽衣子ちゃんっていう、中1でかよちゃんと出会い表情仲良くするがいじめの主犯格、東京育ちスタイルがいいらしいです。でこっちはかよちゃんの中学校時代で、この2人は中学校では仲が良かった設定です。では早速読んでいきたいと思います。こちら輝きにはりおちゃん、おしゃれ大作戦。おしゃれ、まあいいか。あのね、私変わりたい。変わろうよりおちゃん。え、変わるって？はい、息ついて、転入生が来るぞ、入って。ねえ、あの子スタイル良くない？それな、私も思った。女子じゃん、ラッキー。話しかけ行こう。はじめまして。嘘、川本芽衣子で。え、あ、ちょっとだってこれ自分で書いたんだけど、これ入学式2日目の設定なんだよ。なんかここね、こう入学式2日目の場面で終わったの、エミリーさんは。でもここ入学式来ればよかったのに、転校生2日目で転校生来るんだよ、やばくない？あと多分推測なんですけど、かよちゃん私立の高校に行ったと思うんです。なぜかっていうと同じ中学校の同級生がいないっていうのと、あとこういうねアクセとかつけられるっていう校則が緩いところとかで私立かなって思って。であと転校生って転校とかできないから公立に、だから私立とかかなって思ったんですけど、ちょっと違かったらごめんなさい。よろしくお願いします。かわいい、よろしくね、よろしく。じゃあ席はあっちだ、荷物はロッカーに。はーい先生。バレた、どうしよう、なんでここに。そう、なんかいじめられて中学校の時で、それで中学校は友達がいないみたいな感じになっちゃったんですよ、かよちゃんは。だから多分トラウマなんでしょうね、転校してきた川本芽衣子ちゃんに対して。髪伸びたね、だってさっき紹介したのこれじゃん。じゃあ髪伸びた、まあ、自分で書いたんだけど。どうしよう、なんでここに。ああバレちゃった。ああバレちゃった、もっと楽しみたかったのに、あんたうざい。じゃあねー。じゃあかよちゃん、どうしたの、大丈夫？汗すごいけど。あ、大丈夫、絶対気づいてるよねこれ。よいしょ、ごめんなさい、ちょ扇風機うるさかったらごめんなさい、めっちゃ暑いんです。昨日雨すごかったのに昼すっごい暑いの、台風かな。っていうか席そこちっか。だってこれ足かいてなくね、ごめんなさい。めっちゃ、え、椅子ないし。ごめんなさい、めっちゃ手抜いた。こちらてんてんてん、めいこちゃん、秋元めいこちゃんだよね。めいこちゃんならなんか話しかけ行こうと。そうだよね、最高最高だから。授業始めるぞ。放課後、その日の帰り、私たちはりおちゃんイメチェン大作戦に取り掛かった。応援するよ、私たちにも手伝わさせて。あとさ、これさ、りおちゃんイメチェン大作戦ってタイトルかと思ったらさ、りおちゃんおしゃれ大作戦になってるの。こっちちょっと修正しときます。あら、ゆきのお友達いらっしゃい、上がってゆっくりしていってね。お邪魔します、お茶取ってくるね、先上がって。はーい。ねえりおちゃん、どうしたの、今朝のこと、ごめんね。あー、これそう、エミリーさんの動画にもあります。話しかけないでよ、あんたのせいで私の高校生活がすでに台無し。何今時三つ編みメガネとかしてんの、バカみたい。うん、
許さない。え、あ、これ階段です。そう、階段。うん。わかるかな？やっぱり怒ってるよね。本当にごめん。許してほしいなら、私を変えてみせてよ。言葉通りに。変わろうよ。変わりたいって言ったのは、リオちゃんなんだけどね。で、かよちゃんは背中を押したみたいな。うん。任せて。まずはメガネだよね。やっぱりメガネ。見た目は大切だよ。次に見るところといえばやっぱり髪型だね。髪型に迷ったら私に任せて。うちの高校は校則が緩いからアクセサリーもつけられるんだよね。アクセやメイクなら私が教えるよ。じゃあ私はトータルコーディネーターやるね。髪型メイクが良くてもバランスが悪いと意味がないからね。だよさ、みんな。でもさ、リオちゃんちのパパ厳しいんだっけ？そうだった。でもなんでおしゃれ禁止なんだろう。二十歳までっていうのもよくわからないけど、実は私ね、いいなずけがいるんだ。え、いいなずけ？生まれてすぐに二つ上の男性の方との婚約が決まったの。顔はあまり覚えてない。最後に会ったのは6年前。その男性の方とは私が二十歳になった時に結婚する予定なの。政略結婚ってやつらしい。だからそれまでは恋愛もおしゃれも禁止。守らなかったらお父さんにひどく叱られるの。こんな設定してたんだ私。何も言えないよね、こんな。なんてね。私別に好きな人いないし、それに私がその男性の方と結婚すれば親は喜んでくれるもん。バッ。かよちゃん、意味わかんない。え、どういうこと？言ったよね、リオちゃん。さっき私に、私を変えてみせてよ。政略結婚だかなんだか私にはよくわからないけれど、結婚って大好きな人と幸せになるためにすることじゃないの？それも親じゃなくてリオちゃん自身が。少女漫画って感じ。はっ、あって言ってる。ありがとう、かよちゃん。でも政略結婚、これ言いづらいんだよな。政略結婚って結局は親の幸せのためでしかないんだよ。子供の私の意見なんて関係ない。ほんと意味わからない。政略結婚すれば親が喜んでくれるからいい？その男性の顔すら覚えてないのに。しかも二十歳で強制的に結婚させられるのに、それまでおしゃれすることさえ禁止するなんて絶対におかしい。待って、めっちゃでかい。あの時の気持ちは嘘だったの？ちょ、見える？ちょっとカメラ撮って。こんな感じ。めっちゃ等身大。等身大じゃないけどめっちゃでかいの。変わりたい。違う。そうだ、私は嘘じゃない。キリ、真剣な顔描きたかったから。私を変えてください。終わり。終わった。でも次のページから書いてないんだよ。まあ書きたいなと思ったけど、書いてほしい方いたら書きたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。エミリン様作、ふやき第2話、リオちゃんイメチェン大作戦パート1、終わりです。バイバイ。